とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪学園 YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、空花先輩でキラモシラビリンスソロ攻略していきたいと思います。もちろん極だよ。では行きましょう。では行きます。道中結構長いので、もうボス戦から出すね。じゃないとちょっと長いんだ。オッケー、いい感じにダメージ与えれる。ボス来ましたね。そんなに時間かかんなかった。意外とモモンガーレディはやりやすいね。ただちょっとモフモフトルネードは範囲広いけど、再使用時間が長いな。再使用が長い。25、6秒あるね。モモンガースティンガーの方は、これは20秒で使えるんで、まあ、そこそこ連射は効くかな。いけ。モフモフトルネードはちょっと連射は効かないんで、おっと、こっち側に向いてなかったでしょう。ほんと。それやめて。あと回復がね、あるっていうのが、まあ強みだよね。あー、ちょっとマジカルベールの間攻撃できねえな。マジカルベール中はちょっと、あ、モフモフトルネードいけるとか。あ、いや、無理無理。あ、いけるいける。モフモフトルネードは大丈夫そう。マジカルベール中はモフモフトルネードで攻撃か。オッケーオッケー。それはちょっとやりやすい。あー、いって。いったい。3割戻ってくるのか。いや、半分、あ、半分だね。ダメージが半分返ってくるみたいな。モフモフトルネードは返ってこないから、マジカルベール中は使えるね。でもやっぱり火力色じゃないんで、倒すのにはちょっと時間かかるな。こりゃかかるわ。ははは。やっぱダメージ覚悟で打っていくしかない。まあまあ、自己ヒールあるからちょっとマシだけど、それでもやっぱ食らうな。よし、モフモフトルネード、あれだ、マタロウよりも使いやすい。マタロウ、ローリングスクリューよりも全然いいね。まあ自分で動きは制御できないけど、回転が結構いっぱいの敵を巻き込んでいくんで、まあ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 使いやすいかな。モモンガースティンガー、結構火力を上げてこのダメージなんで、ちょっと微妙かな。最大ダメージでも4万はいかないかなぐらいの強さっぽいね。はい、もうちょっと急いでいきたい。いけ。クリティカルで3万か。まあ、ずっとそのダメージを与えれればいけるかな。お、あと1回でいけるんじゃない。無理かー。よっしゃー。お、いった、いった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 。でも、もう倒そう。無理してでもちょっと倒そう。 OK。 ちょっと無茶したか。まあ、次は気をつけていきましょう。シャドーマンは、まあいいか、なんとでもなるね。あー、ちょっと待って。うわ、いった。微妙。結構戦いにくい。あぶね、プラズマだったら死ぬよ。あ、ミスった。これのね、避け方がちょっといまいちまだ分かってない。タイミングが難しい。あ、
タイミングむずいな。あぶね。オッケー。モフモフ。全然ボスに当たってない。ザコはいいからちょっとボスを攻撃してくれ。ザコはもう通常攻撃のみで十分だ。あれ、あ、消えてた。チャンス取れないわな。とてもね、とてもじゃないけど取れませんよ。もう取れろ。微妙微妙。あ、プラズマ、あぶれ。プラズマ要注意。よし、あぶれ。あぶれ。モモのスティンガーベルのって言ったらもう終わるね。半分返ってくるってならもう即死か。5000ぐらい多分返ってくるんで。いやーこれ時間かかるわ。ちょっとこれいつはかかりますな。いや時間かかった。あー終わりじゃなかった。マジで時間かかった。すごいね本当に。火力食じゃないやつってやっぱこんな感じになるんだね。いやでもしかし最後の危なかった。プラズマ死んだと思った。やべ、まだ終わってなかった。危なっ。あっぶね。油断して死ぬとこだった。よし、あとシャドウマンも全部倒さなきゃいけないのね。オッケー。まあ時間かかったけどもシャドウマンも2、300体倒したからアイテムは美味しかったな。それではまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや